本当にあの子たちの中にアニレオンハートの共謀者が。さあどうだろうな。だが無視できる確率ではない。こっから南に行くと俺の村が近いんだぜ。私の故郷も近いですね。あれ足音みたいな地鳴りが聞こえます。は？本当です。確かに全員いるか。南方より巨人が多数接近。こっちに向かって歩いてきてる。直ちに馬に乗り付近の集落を回って住民を避難させなさい。南方から。壁は破壊されたと捉えるべきなのかな。私たち人類は負けた。いいや、まだだ。人は戦うことをやめたとき初めて敗北する。戦い続ける限りはまだ負けてない。無防備なままこの状況に放り出してしまった。ああ、情けないところは見せられない。さあまずは接近する巨人を討伐するぞ。いよいよ立つ。俺が巨人を引きつける。お前たちは104機を守れ。ニケ分隊長がおとりになったの？一人で行くなんて無茶よ。ニケさんを信じろ。調査兵団でリヴァイ兵長に次ぐ実力者だぞ。シケルガー、拠点を作ってもらえるかい。周囲に巨人がいないか確認したい。ああ任せておけ。巨人確認、全速力でかけろ。戦闘開始するぞ。この調子だ。この先も可能な限り巨人との戦闘を避けて進む。なんだか悪い予感がします。近くに巨人がいそうな気配というか。巨人がいそうな気配か。装備に余力があれば拠点を設営したいわ。ミケさんだ。リヴァイ兵長に次ぐ実力者だけある。やるぞ。巨人が出てきやがった。なんとかして切り抜けねえと。
しないとただの怪しいおじさんだからね。そう見てきてもらいたいんだが。
がいるかもしれんな。お前だけでは手が足りんはずだ。俺たちも行く。ありがとうございます。おかげで助かりました。あのさっき拾ったものなんですが、よかったら使ってください。104機の離散完了しました。何か手伝わせてください。お前たち戻った。よし、周辺の巨人を討伐する。手を貸せ。どうだ。あの村、人間の匂いがする。見遅れた村人がいるのか。よし、なんとしてでも奴らをここで食い止めるぞ。やるぞ。巨人が、誰か来てくれ。すまない、助かった。あんたたちもどうか無事で。よし、やってやる。範囲たちが離散した方角に巨人が向かっているようだ。範囲たちの向かった方角の巨人を討伐し、他の者と共に撤退しろ。それではここでもっと時間を稼ぐ。こんなところにも村があったのか。逃げ遅れた村人がいるかもしれない。Yeah.
散らばるぞ。ニケ分隊長、無事でいてくれよ。腰につけた飛び回るやつ。まあいいや、持って帰れば。戦うことをやめたとき、初めて敗北する。戦い続ける限りはまだ負けてない。あ、もう動いていいよ。面白いことを考えるな。